朝になると水面に水面で花を咲かせるハス、日本最北のハス池として知られる北見市小泉の2つの池では午前中数千本のハスが満開になります。ハスの池は地元の農家一田信一さんが自費を投じて20年近くかけて作り上げました。市やボランティアの援助で散策路の整備なども進み、今では全国から大勢の人が撮影に訪れています。 一田さんが午後になると花が閉じてしまうので朝の一番良い状態で見てほしいと話しています今月いっぱい見頃が続くということです